In 1977, there happened so-called a hostile UFO attack incident in Corrales, Brazil. Many photographs were taken then, which have been leaked out in recent years. Some of those photos clearly show some people a sort of extraterrestrial life or ET.Photos shown here are some of them. However, here I, Hiroshi Hayashi, will focus on the eyes of the person who seems to be an ET. You can see that their eyes are clearly different from our human eyes. It is a pupil with only one vertical line. However, it is very interesting to know that Michelangelo Buonarroti hasPainted his painting with a similar eye in the ceiling painting of the Cappella Sistina. Please have a look into the eyes of Mary, Joseph's wife. Similarly, it is a pupil with only one vertical line. And Leonardo da Vinci also draws similar eyes in his anatomical charts, thoughThey are not so much clear. Furthermore, I think that the eyes of the lady who is said to be Virgin Mary in Madonna Incarnation, which is said to have been painted by Leonardo da Vinci, also seems to have only one vertical line in her eyes. So, the ET's face shown in the upper left photo isInanna's face, or the face of Inanna's companion. I am about to explain about it more a bit later, but that how Inanna and the alien faces are connected. I say there is a connection between the gods and the ETs, and the ETs and their craft, which we call now UFOs. The Corrales attack incident in Corrales, Brazil,is an incident caused by Inanna or a race allied to Inanna. And this incident shows that it is then a proof that Inanna or the alien race who are people near to Inanna still exists on this planet Earth.I can't say for certain, but I, Hiroshi Hayashi, believe that the possibility is very high.1977年、ブラジルのコラレスで、いわゆる敵対的 UFO 襲撃事件というのが起きています。その時多くの写真が撮影され、それが近年になってリークアウトしています。それらの写真の中には、明らかに地球外の生命体と思われる人たちの写真が何枚かあります。ここに紹介する写真は、その中の数枚ということになります。が、ここではその中でも、特にその ET と思われる人物の目の瞳に注目してみます。その瞳は明らかに私たち人間の瞳とは異なっていることがわかります。それは縦線一本だけの瞳です。が、大変興味深いことに、同じような瞳をミケランジェロ・ブロノティがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に書き込んでいます。ヨセフの妻のマリアの目を見てください。同じように、縦線一本だけの瞳です。さらに、ダヴィンチも解剖図の中に同じような瞳を描いています。さらに、ダヴィンチが描いたとされるマドンナ・インカーネーション、カーネーションの聖母の中の聖母マリアと言われている人物の瞳も縦線一本だけの瞳になっているように見えます。で、左上の写真で示されている ET の顔は、イナンナの顔、もしくはイナンナと同類の仲間の誰かの顔ということになります。それについてはもう少し後で詳しく説明しますが、
こうしてイナンナとエイリアンの顔がつながりました。ここが重要です。イナンナとエイリアンの顔がつながりました。神々と ET、 そしてその ET と私たちが UFO と呼んでいる彼らの宇宙船がつながりました。ブラジルのコラレスで人間を襲撃した ET はイナンナ、もしくはイナンナと同類種族によって引き起こされた事件ということになるのではないでしょうか。そしてこの事件は、そのイナンナ、もしくはイナンナと同類のエイリアン種族は、今の今もこの地球上に存在しているという証拠にもなるということになります。そのように断言することは少し危険かもしれませんが、その可能性は大変高いのではないかと私、林博士は考えています。ヒロシ・ハヤシ、ハママシティ・ジャパン、December the 16th, 2022. もう一度最初から画面を見ながら説明します。この動画によってですね、古代の神々と現代の神々を直接つなげることができるということだけではなくてですね、いわゆる UFO 宇宙人とですね、
神々を直接つなげることができるという点においてですね、とても重要な動画だと考えています。で、今ご覧いただいている写真はですね、ブラジルコラレス事件の時に撮られた写真ということになります。大変信憑性の高い写真ということになります。まあ、こうした写真が何枚か撮られているわけですけども、ここに写されている人物は誰かということですけども、結論を先に言えばですね、イナンナ、もしくはイナンナの仲間たちですよね、同類の、まあ、エイリアンの写真ということになります。一見手が大きく見えますけども、手首がそれに比して大きくなっていませんので、本当に手が大きく、大きかったということになるわけです。つまり、接近して撮られた写真ではないということですね。そこで、ここではですね、今ご覧いただいている写真に、まあ、注意してと言いますか、焦点を当てて考えてみたいと思います。で、この赤枠を囲った部分を見ていただきたいんですけども、ここに目が映っています。で、わかりにくいですから、明度を上げたり、コントラストを上げたり、あるいは色を落としたりして、皆さんにご覧いただいています。まあ、簡単に言えばですね、人間が持っている人間の瞳とは違うということです。どこか縦線一本っぽいと言いますかね。まあ、ややその膨らんでいるかな、中央部が膨らんでいるかなとは思われますけども、縦線一本の目であるということに注意してください。向かって右側の左目も瞳が人間の瞳とは違うということがわかります。何かしら数本あるようにも見えますが、少なくともですね、向かって左側の右目はですね、縦線一本だけのように見えるということですね。いわゆる、まあ、トカゲ類の目の特徴を持っているということになりますけども、トカゲの目とも違うわけですよね。はい。そのあたりにも注意してください。で、この瞳を見てですね、まず思いつくのが、ミケランジェロ・ブラノティがシスティーナ、カペラ・システィーナの天井に描いた、つまりはマリアの顔ということになります。その絵の中には、まあ、冷え切った夫婦関係的なね、ヨセフと、それからマリア、聖母マリアの、まあ、様子がですね、描かれてますけども、その右側の人物、この人物ですね、の目を見ていただきたいと思います。これはイナンナ・マリアです。髪の毛の特徴などからイナンナ・マリアと、まあ、私、林博士は判断していますが、この人物の目もやはり縦線一本だけなんですね。これは修復前です。修復後はですね、この縦線一本の目が大変わかりにくく、まあ、修復されているということですね。より人間の目に近くなっていますけれども、修復前の目を見ていただきたいと思います。そして左下がダヴィンチの解剖図です。で、よく見るとですね、この瞳に注意していただきたいんですけども、縦線一本だけのように見えます。はっきりはしませんけども、縦線一本であってもおかしくないわけですよね。骨格などは人間のそれと違います。例えば、頸椎が13椎あるとかね。人間は7椎です。まあ、このように、まあ、ここに表現されているダヴィンチの描いた解剖図の中の人物も縦線一本のように見えるということです。そしてカーネーションのマドンナです。まあ、ここに描かれているのは左に下にいるのがこれマルトックであり、その上のですね、ダムキーナというふうに私が判断してますけども、一応マリアとしておきます。で、この人物の目もですね、やはり縦線一本のように見えます。少なくとも、まあ、人間の持っているような丸い瞳ではないように思います。これははっきりしませんけれども、まあ、そのように書かれていてもおかしくないわけですね。左側の人物の、てますが、子供の目も大変おかしいです。向かって右側の左目の瞳は崩れています。あのレオネルド・ダ・ヴィンチの目も、やはり同じように崩れています。肖像画ですね。あの日にもじゃもじゃの肖像画で表現されているレオナルド・ダ・ヴィンチの向かって右側の左目もの瞳も崩れているということですね。こうして目の瞳を並べてみるとですね、これらの目はですね、このいわゆる左上のこのエイリアン種と思われる、まあ、人物の目の瞳と一致するということです。つまり、まあ、それ以外の、まあ、こうした絵画に残された瞳というのはですね、つまりはこれらの人物がエイリアン種であるということをですね、ミケランジェロあるいはダ・ヴィンチが絵画という手法で私たち人間に示したのではないかということです。言い換えるとですね、イナンナ・マリアはですね、つまりはエイリアン種であったと。しかもですね、そのイナンナ・マリアの実像がですね、左上のこのエイリアンの顔になるということではないでしょうか。またその可能性が高いということになります。言い換えると、この顔こそがですね、つまりはイナンナ・マリアの実像ということになります。繰り返します。イナンナ・マリアの実像ということになります。で、イナンナ・マリアについて少し説明を加えておきたいと思います。
Joshua J. Mark writes about Inanna or Ishtar in Ancient History Encyclopedia as follows. Inanna was the foremost Sumerian goddess, patron deity of Uruk. Her name was written with a sign that represents a reed stalk tied into a loop at the top. This appears in the very earliest written text from the mid-4th millennium BC. She is also mentioned in all the early god lists among the four main deities along with Anu, Enki, and Enlil. In the royal inscriptions of the early dynastic period, Inanna is often invoked as a special protectress of kings. ジョシュア・ジェイ・マーク氏は古代歴史百科事典の中でイナンナ・イシュタールについて次のように書いています。イナンナはウルクの女神でもありシュメールの第一の神である。その名前は頭の頂上に足の渦巻きで描かれた草の絵を示す印とともに書かれている。そのことは紀元前4世紀中期の最も初期の文献にも現れている。イナンナはアヌ、エンキ、エンリルの神々と並んで4人の中の1人の主神として語られている。初期王家の王室文書によればイナンナは王の特別補佐官としてしばしば選任されていると。広志林浜祭りジャパン。ここで重要なことは、足の渦巻き模様は、イナンナのシンボルマークであったという点です。つまり、そのシンボルマークが、長野県茅野市で発見された縄文ヴィーナスなる土偶が、イナンナ、つまりイシュタールであるという、私、林博士の縄文土偶イナンナ説を裏付ける物的証拠の一つということになりました。が、それだけではありません。日本の甲府盆地並びに伊那盆地とゾロアスター教の聖山エルブラス山とは深くつながっていました。それをこの動画の中で説明します。今日の動画はゾロアスター教の聖山、つまりシュメールの聖山エルブラス山から始まります。標高5642メートル、ヨーロッパ最高峰の山ということになります。なぜエルブラス山が聖山なのか、そして日本と深く関わっているか、その理由をこの動画の中で説明します。で、その前にエルブラス山とはどんな山なのか皆さんに説明しておきたいと思います。エルブラス山が極めて重要な山であることはナスカに線を引いてみればわかります。グランドクロスです。右から引いてきた黄色い線がエルブラス山の頂点から引いてきた線です。この線はグランドクロスをきれいに一直線に横切ります。この滑走路は長さが約6キロあります。もう一度やってみます。黄色いラインに注意してください。この滑走路がですね、エルブラス山が大変重要な山であることを示しています。そしてそのラインは正確にエルブラス山を示しています。そのエルブラス山について視聴者の一人の方がこんな大変興味深い事実を指摘してくださいました。黄色いラインはエルブラス山から引いてきたラインです。その黄色いラインはボリビア・ベニにありますモーシオースの人造湖を
正確に横切ります。つまり孟子オースの腎臓庫はエルブラスさんの方向を向いているということになります。だからといって孟子オースの腎臓庫がエルブラスさんを意識して建造されたということにはならないかもしれませんが、しかし偶然の一致とは無視できないということになります。そしてそのエルブラス山周辺のコーカサス地方でこんな青銅器製のアーティファクトが見つかっています。顔に注意してください。独特な顔をしています。この顔とそして同じくシュメールで見つかった右の土偶と比較してみてください。同じ顔であることがわかります。今お見せしました右の土偶はイナンナ・イシュタールです。渦巻き文様があります。イナンナ・イシュタールのシンボルマークということになります。そして長野県地の四国東で見つかった縄文ヴィーナスの土偶のヘルメットの向かって右側の側面を見てください。その側面には渦巻き文様、渦巻き模様があります。渦巻き模様があります。つまり縄文ヴィーナスはイナンナ・イシュタールであったことを示します。この渦巻き模様はあちこちの土器に共通して使われています。林博士の縄文土偶イナンナ説はこうして裏付けられましたが、それだけではありません。もう一度先の写真に戻ってください。一番左のこの奇妙な青銅製のアーティファクトは誰なのか、もう一度確認しておきたいと思います。この手に注意してください。指の長さが皆同じであることに注意してください。人間の左の手と比べてみてください。小指が異様に長いことがわかります。そして今回、新たなる証拠の一つとしてジョシュア・J・マーク氏が、Ancient History Encyclopedia の中でこんな写真を紹介しています。イシュタールの手として紹介されています。注意深くご覧ください。指の長さに注意してください。左のイシュタールの手と言われている手の指に注意してください。どちらが小指か分かりませんが、ともかくも両端の指の長さが異様に長いということが分かります。つまり、左がイシュタールの手であるならば、右の青銅製のアーティファクトの手も、アーティファクトもイナンナ・イシュタールということになります。こうして硬化させて見つかったアーティファクトがイシュタールであることが証明されました。そして中央は渦巻き模様を頭に描いています。イナンナ・イシュタールです。そして左が縄文ヴィーナスイコールイシュタール像ということになります。そのイナンナ・イシュタールは火の昇る国、つまり日本からメソポタミアへやってきたとシュメールのタブレットには書いてあります。もう一度位置関係を確認していただきたいと思います。右上の赤い丸がエルブラス山、そしてその周辺コーカサス地方です。下がバグダッド周辺シュメールです。そして左側の丸がギリシャ北部セルビアのヴィンチャです。このヴィンチャから大変興味深いアーティファクトが見つかっています。コーカサスで見つかったアーティファクト、そしてシュメールで見つかったアーティファクト、そして左ヴィンチャで見つかったアーティファクトです。土偶です。そして右下2つは渦巻き模様でつながり、そして左上は縄文の女神とつながっていきます。足の太さを除いてあとは全く同じです。そしてその中央に位置するのが
エルブラスさんということになります。そのエルブラスさんは日本とも意識的に深い関係にありました。それについての動画はこの後につなげておきます。ゾロアスター教のみならずシュメールの聖山エルブラスさんです。もっとわかりやすく言えば旧約聖書の舞台となったエルブラスさんです。あのノアの箱舟で有名なアララート山はそのエルブラスさんの南側のふもとにあります。Hello, this is Hiroshi Hayashi and Atago in Japan. Afura Mazda in Japan. Whole civilization started from here in Japan. This is a story about it with evidence. Atago さんよりこんな像の写真が届きました。青銅製だそうです。まあ、手も変わってますけども、この顔に見覚えがありました。まあ、この像はですね、ブロンズ製で今から、まあ、2800年から600年前に作られたものだそうですね。で、これが以前、やはりアタグさんから送っていただきました像ですけども、シュメールの女神イナンナというふうに説明されています。で、ここに渦巻きがあります。渦巻きは神の紋章でもあったわけですね。で、同じ渦巻きの模様が長野県茅野市で発掘された縄文のヴィーナスのヘルメットの横にもついています。まあ、これも縄文のヴィーナスがイナンナ、すなわちイシュタールであるという証拠の一つということになります。長野県の稲盆地で生まれ育ったイナンナです。で、ここにコーカサスという、まあ、言葉が出てきますね。地名です。で、コーカサスには何かがあるということで、今日は調べてみました。まあ、コーカサスというのは、黒海とカスピ海の間の地域を言います。そして今現在のグルジア、アルメリア、アゼルバイジャンを、国々を言います。のあたりをですね。で、コーカサスですけども、まず皆さんにコーカサスがどこにあるか知っていただきたいと思います。上の丸がコーカサスです。下が、まあ、シュメール、そしてバビロニアですね。さらに下に行きますと、メソポタミアと行きます。そして、少し前紹介しました、これがセルビアの、まあ、ビンカ遺跡のあるところですね。で、今回、アタグさんから送っていただいたのは、コーカサス。そして、シュメールの像。そして、ヴィンカで見つかったこの像ですね。この像は、それぞれ、まあ、縄文のヴィーナス、そして仮面の女神と一致しています。そして、この四角い枠の中に、マウント・エルブラス。エルブラスさんがあります。ヨーロッパでも最高峰の山です。そのエルブラスさん。このエルブラスさんは大変まあ日本とも関係の深い山です。これがエルブラスさんです。一番高いところにまあいつも点を取るようにしています。エルブラスさんはまあこのふもとにアララトさんがあるんですけどもね、ノアの箱舟でよく知られたアララトさんがまああります。そしてこれがさらにまあ高いと言いますかね。このエルブラスさんは言うまでもなくゾロアスター教の大聖地です。聖地の中の聖地ということになります。この絵はですね、ペルセポリスに残っているアフラマザーの像です。その聖山中の聖山がエルブラスさんということになります。アフラマザーが住む山、そしてゾロアスター教の聖地。ザラスストラの、まあ、起こしたゾロアスター教ですね。で、ナスカ理論で調べています。このエルブラスさんからナスカの方に線を引いてみます。
ナスカには直線があります。これがグランドクロスと呼んでいる、まあ、大十字架ですね。このすぐこの下のところにそのエブラさんからの線があります。簡単に見つかると思います。で、これがエルブラスラインですね。で、今黄色い線がエルブラスさんから引いてきた線です。この線と重なります。もう一度やってみます。で、この星のところに立って矢印の方向にこの線を見てみます。90度時計回りに回りました。この星マークのところからこの線を見てみますと、大変なんて言いますか、ぼやぼやっとしていると言いますかね、破壊されているのがわかります。が、しかし線はありますね。これが今、エルブラさんからの線を、まあ皆さんにお見せしているわけですけども、この線は他の線と違いまして、破壊されています。理由はわかりません。こうした線がところどころにあるんですね。で、車の私のように見えますけども、これは車の私ではありません。幅が合いません。で、もう一度これを拡大してみますと、このあたりは、まあ、線が破壊されているんですけども、この特にエルブラスターの線、まあ、右から左へ来ている線ですけども、破壊されているのがわかります。これは車の私ではありません。上のこの部分が10メートルです。車が 1.5 メートルから7メートルですから、車のタイヤとは一致します。すなわち、これは意図的に破壊された線だということになります。ナスカにはこうした線があります。で、日本と今度はエルブラスタンの関係を見てみたいと思います。下がエルブラスタン、そして甲府ジャパンですね。で、甲府ジャパンにはエルブラスタンを示すいろいろな、まあ、ものが残っています。まあ、例えばですよ、ここに、長子塚古墳があります。今この長子塚古墳にですね、エルブラスタンから線を引いてみます。古墳は、特にこの長子塚古墳は、まあ、各地のですね、例えば、プレハビヒアとか、ナスカ・テオティワカンを示す、ラインが描かれています。その一本がこの線なんですけども、この側線がエルブラスタンを示しています。まあ、これは偶然の一致ということにしておきましょう。しかし、これからは違いますよ。この長野県、まあ、甲府のすぐ隣ですけども、甲府運町のすぐ隣ですけども、ここに井戸尻があります。富士見町井戸尻です。ここに井戸尻考古館があります。この考古館には大変奇妙な土器と言われているものがあります。しかし、土器ではありません。まあ、それはともかくも、この井戸尻考古館へ皆さんを案内いたします。これが井戸尻考古館です。ここの学芸員の方は大変親切な方で、大変お世話になりました。ありがとうございました。で、これが井戸尻考古館ですけども、こうした土器が置いてあります。これは土器ということになってますけども、実は土偶なんですね。まあ、それはこれから皆さんにも分かっていただけると思いますけども、これがアフラマズダーのレリーフです。右にいるのがアフラマズダー、左にいるのがミトラです。今、アフラマズダーが中央の王に王権、すなわち、リボンのついた王権を渡しています。地上を支配する権利を王権と言います。お前がこの土地を支配しろというのが王権なんですね。リボン・リング・オブ・キングシップと言います。そしてこの、まあ、神を表す、まあ、紋章がですね、頭の後ろについていることに注意してください。これも別のレリーフですけども、やはり右のアフラマズダーがどこかの王に、王権を渡しています。アフラマズダーです。この中央で輪のついたリボン。これが日本の前方後円符、さらには髪飾り、締め縄ですね、の原型となりました。関取が腰に巻いている、まあ腰、まあ、なってますか、回しもの原型もここにあります。さらに、仏教者が使うラクスもそうですね。で、このアフラマズダーと井戸尻の土器と比較しています。まあちょっと変わった、一風変わった、ガウン、ローブのようなものを身につけています。そしてこのポコンポコンと出ているのは髪の毛です。そして頭の後ろに王権を表すは、まあ神剣と言ってもいいでしょう、を頭の後ろにつけています。で、これが髪の毛であるという証拠はもう一つ、甲府にこんな土偶が見つかっています。腰から下は、これは復元図だ、まあ当てになりません。そして頭の後ろに輪がついてますね。そして、ここにポコンポコンと髪の毛がついています。
同じコンセプト、同じものであることが皆さんもお気づきになると思います。ということは、右の土器は土器ではなくて、頭のない、まあ土偶ということになります。同じようなガウンを着ています。ローブというんでしょうかね。まあ、腰から半分は消しておきます。そして、同じように似てますが、多分、この後ろには、リボンがついていたはずです。で、くるっと回ってみますと、もうお分かりですね。右は、これは土器ではなく、土偶の一部っていうことになります。髪の毛が一致しました。で、右の方は、県立山梨高校博物館の方に展示されています。三本指です。まあ、顔はこういう顔なんですね。これはマスク、あるいはお面と考えられます。で、肩が、まあ、特徴、肩に特徴があるということです。となりますと、頭がないじゃないかと言われますけども、あるんですね。井戸尻考古館には同じように、この、まあ、香炉というふうになってますけども、逆さまにしますと、これがアフラマザーの顔になるわけですね。帽子をかぶり、そして生命維持装置をつけたアフラマザーです。で、これが40センチから48センチだったかな。それからあるんですけども、これがちょうど先ほどの土器のところにすっぽりと収まります。なあち、左はアフラマザーの土偶ということになります。二つで一体ということになるわけですね。で、右がバビロニアのアフラマザーです。で、結論から申しますと、もう皆さんお分かりですね。日本、そして、マウンテルブラス。で、その間には、ルイジの土器土偶は発見されていません。日本とペルシャだけなんですね。となると、これは偶然の一覧なのか、そうなのか、でないのかとなりますと、日本からペルシャに渡ったと考えられます。シュメール人はどこから来てたのかも誰も知りません。そして、シュメール人がどこへ去っていたのかをも誰も知りません。すなわち、すべての文明は、このように関連し合っていて、日本から始まったということになります。日本の縄文文明の方が古くて長くて奥が深いのです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. A Fula Mazda in Japan. It's proof and evidence.I say here in this video, Afula Mazda was in Japan. I show you only fact, so it's up to you how to weave or unify these facts into a logical theory. Believe it or not. In Japanese, Afula Mazda はこの日本にいました。その証拠と証明。Afula Mazda というのは、まあ、太陽系全体をですね、支配する神の中の神ということになります。そのアフラマザーは日本にいました。これはイランに残るレリーフですけども、右にいるのがアフラマザーです。左にいるのがミトラです。アフラマザーが、まあ地上の支配権を意味する王権を渡しています。丸い輪にリボンがついています。そしてその王権を表すシンボルは頭の後ろにつけるようになっていたように思われます。リボンが頭の後ろから流れていることに注意してください。すなわち、これが王権を表すシンボルマークだということですね。これも、これもまた別のレリーフですけども、やはりアフラマザーが王に、どこかの王に王権を表すシンボルを、リボンのついた輪を渡しています。そして、この同じように頭の後ろにですよ、その王権を表す、まあ、シンボルマーク、シンボルをですね、つけていることに注意してください。アフラマザーです。そして、井戸尻で見つかった、これが土器ということになってますけども、これは土器ではありませんね。独特のガウンと言いますか、ローブを身につけています。それから、ポコンポコンと頭の後ろに出ているのは髪の毛です。そして、まあまあ、そのリボンをつける輪がですね、頭の後ろについていることに注意してください。これ同じく見つかった土偶ですけども、頭の後ろに輪がついてますね。そして、まあ、ここにリボンのついた輪をつけたか、それはあるいはリボンが取れている可能性もあります。ともかくも、ここにポコンポコンと出ているのは髪の毛だということは、これでお分かりになっていただいたと思います。すなわち、右の井戸地で見つかったこの土器は土器ではありませんね。土偶の一部です。そして、この左の方はですね、腰から下は復元図だそうですから、これは想像して、まあ、勝手にですね、
誰かが作ったものだそうです。ですから当てになりません。で、このように頭の後ろにリボンのついた、まあ、王権を表すシンボルマークをつけていたわけですね。そしてこれが、甲府で見つかっている土偶ですけども、右が甲府、県立考古館、博物館にあります土偶です。同じだということに皆さんお気づきになると思います。まあ、左右反転しましたが、あの、指が、3本だということに注意してください。で、顔が同じですね。まあ、これは同じものと見ますよね。見ます。そして肩のところに独特のなってますかね、くぼみのようなものがあります。同じですね。そしてこの、まあ、甲府の考古館には、考古館にはですね、同時にこのような、奇妙な、土器といいますか、土偶が並べられています。上は明らかに宇宙服ですね。そして真ん中は歩行補助装置ですね。そして長靴が、ブーツのような長靴があります。もう発見されています。そしてこのくるくるっとしたマーク、注意してくださいね。これは縄文のヴィーナスですけども、同じような、まあ、王を表す、神権を授かったという意味を表す、渦巻きが書いてあります。左は、釈迦堂で見つかった、土器です。これは何か意味分かってないっていうことだそうですけども、これは逆さまにしていますと、同じだということに皆さんお気づきになると思います。大きな目が二つあって、そして、特にこの髭のようなね、生命維持装置のような、まあ、突起物が出ていることに注意してください。そして鼻は縦になっています。これは二ともマスクですから、あの、このような形をしているわけですね。そして、よく見ますと、左右に同じように、まあ、なんて言いますか、ヒレのようなものがついています。そして、大きな目ですね。そして、目が二重線になっていることに注意してください。まあ、こうした細かいところまで表現しているわけですね。そして、右の方が、ギザ高原で見つかった、まあ、テラコッタって言いますかね、土偶ですわね。で、この首のコンセプト。それから、細い首。それから、大きな目ですよね。そして、頭には帽子をかぶっています。で、このようにして並べてみますと、この三者は同じだことに気がつきますが、さらに目の縁を見ますと、二重線になっています。まあ、このように細かいところまで表現しているわけですよね。そして、鼻が長くて、鼻って言いますかね、このヘルメットがないということですよね。で、その、まあ、これが、まあ、ギザ高原で見つかった像です。そして、もう一度この二つを並べてみますと、これらはまさしく同じものってことになるわけですね。同じ甲府盆地の周辺で見つかっています。そしてこの像を頭にはめてみますと、ちょうど私も井戸尻で見てきましたけども、ちょうどすっぽり入る大きさで、両方井戸尻の考古館に今展示されています。そして右がアフラマザーです。アフラマザーが、の頭を見てください。この帽子はですね、ペルシャ周辺でも、今でもこの帽子が使われています。そして、この手ですよね、問題は。これが、なんでこんなスルスルっと丸くなってるかということがわからなかったんですけども、同じ像がですね、メソポタミアの方からで発掘されました。で、このくるっとね、何かこう、手の、指のない手ということになりますけども、これはニンフルサーガです。これは女神の母ですよね。7人のシュメールの、女神の中の7人の一人です。やはり同じような手をしていることに皆さん注意してください。まあ、山の神とかね、豊穣の神とかって言われています。ニンフルサーガです。あれ、ニフルサグとも言われていますが、まあ、とにかくこの手で、まあ、謎が解けました。ということで、こうして並べてみますと、まあ、なんて言いますか、日本の、いわゆるその、日本の土偶とですね、あら、と、それから、アフラマザーの関係がこうして繋がっていくわけです。すなわち、まあ、以上のことからですね、この、なんて言いますか、アフラマザーは日本にいたということになります。というのが今日の話です。まあ、今まで何度もこういうことを述べてきましたので、今日はそのまとめということで、もう一度確認していただきたいために、このようなビデオを作ってみました。皆さん、日本にアフラマザーはいたんですよ。もっともこんなことを言いますと、そんなバカなとかそんなはずはないというふうに否定なさる方も多いかと思いますけども、もしそうなら、私は今日ここにお見せした事実をですね、もう一度、まあ、ご自身の目でね、見て判断して、そして、まあ自分で考えてみてください。ということで、今日のビデオはこれで終わりますが、いかがでしたか？まあ、アフラマズダも日本にいたと。もちろん、イナンダも日本で生まれ育っています。エンキもエンリルも日本にいました。いわゆる日本にはオールキャストが揃っていたということですね。で、結論ということになります。もう一度、この一枚の写真を見てください。左がですね、コラレス、敵対的 UFO 襲撃事件の際にですね、撮られた写真と言われています。右がですね、中央が
メソポタイミア人に使っているアーティファクトということになります。そしてその右ですね、これはイナンナと判断されています。頭に渦巻き模様が表現されています。イナンナのシンボルマークは渦巻き模様でした。そしてその渦巻き模様と全く同じものがですね、長野県茅野市のですね、小東というところで見つかったいわゆる縄文ヴィーナスのヘルメットの側面にも描かれています。というところからですね、まあそれだけではありませんけれども、まあこれらの人物、身の、まあ3人って言いますかね、は、つまりイナンナということになるわけです。イナンナ177足すと15、すなわち、メソポタミアの神聖数で15はイナンナを意味します。なおかつ、イナンナのこの、まあ縄文ヴィーナスのヘルメットの横にはですね、くさび型文字で15と書かれていました。15というのも、これまたイナンナの神聖数ということになります。つまり右下の人物はイナンナということになるわけです。そして渦巻き模様でですね、右の中央のエイリアンらしき人物と顔が一致します。つまりこの顔はですね、イナンナということになるわけですね。渦巻き模様がその証拠です。そしてその顔と同じ人物が中央の両手を広げた人物とつながります。顔を見比べてみてください。私、林浩司は同じと判断しました。つまりここに表現されているこの人物はイナンナということになるわけです。そしてですね、その手の広げ方、これは手前にあるから大きく表現してあるのではなくてですね、私はそのように思っていましたけれども、異様に大きな手の、まあ、つまりは神ということになるわけです。そしてその人物の表現の仕方とですね、左のコラレスで撮られた写真とが一致しているということになります。で、左の写真についてはですね、これは手をですね、手前の方に伸ばしているから大きく写ったんだというふうにも考えられますので、この一枚だけを撮ってですね、まあ右の、アーティファクトと一緒、同じ位置するとは、まあ断言できませんけれども、可能性は大変高いということになります。つまり、左のこの、コラレスで撮られた写真はですね、まあそのまま体の、まあプロポーションがですね、表現されていると判断しても間違っていない。またそれを否定することはできないということになります。つまり、コラレスはですね、前から、まあ、西極点の近くにあるということからですね、西極点には何かがあるということからですね、私は、まあ、その、イナンナ、あるいはアヌ王以下のね、いわゆる地球の基地がそのあたりに海中にあると判断しています。実際、コラレスの住人たちはですね、水中、海中からですね、UFO が飛び上がったり、あるいは中に入っていくところをですね、コラレス島から目撃しています。というようなところからですね、まあ、ひょっとしたらひょっとして、あくまでもここでは今の段階では可能性、あるいは仮定の話ということになりますが、西極点のあたりにはですね、つまりはイナンナ・マリアを、まあの、まあ、その神々の本拠地、地球基地がある、現在のですよ、があるのではないかと私は考えています。というのが、この、まあ、ビデオダイアリー、ビデオの結論ということになります。この西極点には何かがある。そしてその何かというのはイナンナ・マリアの本拠地ということになるのではないでしょうか。ということになります。ということで最後にもう一つおまけ。コラレスでそうした UFO、敵対的 UFO 襲撃事件を受けた、まあ、被害者のブラジル人の中にはですね、こんな証言をしている人もいます。つまり、エイリアン同士が会話をしているのを耳にしたというわけです。で、その住人の方はですね、ブラジル人であったためにですね、何を話しているかはわからなかったけれども、聞き慣れた、つまりブラジルには日系人の方が多いわけですから、そうした日系人が話している聞き慣れた日本語のようだったと、ここが重要です。ブラジル人のそのコラレスの島民の中にはですね、エイリアン同士の会話を聞いてですね、その会話がですね、自分が聞き慣れた日本語の、日本語の、日本語のようだったと、まあ、そういう証言もあるということです。
in 1977 on the Brazilian island of Corrales, hostile UFOs of various shapes attacked the people on the island. The incident continued for several months, resulting in the death of two people, most of the island inhabitants being injured in some way, and all of them leaving the island. In the incident, there was also testimony that a small UFO with a diameter of 2 centimeters attacked a man. The diameter of it was about 2 centimeters, as is said by a witness. It was only 2 centimeters in a diameter. The UFO is said to have penetrated the roof, entered the room, and even attacked a man resting on his bed. Who was piloting the UFO that attacked the islanders on Corrales Island? What you're looking at now are photos which are said to have been taken by a military at the time, and they are very much reliable photos. Today's video starts from here. Here you see very interesting photos in them. Yes, they are. They are very much interesting for the Japanese as well as for all of you.1977年、ブラジルのコラーレス島で様々な形の UFO がその島の住人たちを襲うという事件が起きました。数ヶ月もの間、その事件は続きましたが、その結果、2人の人が死亡し、島の住人たちのほとんどが何らかの障害を負い、さらにその全員が島を去ったそうです。で、その事件の中で、直径が2センチの大きさの小型 UFO が人々を攻撃したという証言も出てきました。その直径は2センチほどだったといいます。その UFO は屋根を突き抜けて部屋の中に入ってきて、ベッドの上で休んでいる人まで攻撃したといいます。コラレス島で島の住人を襲った UFO を操縦していたのは誰なのでしょうか。今ご覧いただいている写真は当時撮影された写真だそうですが、信憑性の高い写真ということになります。ブラジルの軍部が撮影した写真と言われています。で、その中にこんな写真がありました。私はこの写真に見覚えがありました。世界の人のみならず、私たち日本人にとっても大変興味深い写真ということになります。広志林、浜松市、ジャパン、September the 11th, 2022.
現地在住の日系人の方からの情報です。林様、私はただ異星人の謎に興味を持っています。大量のアップロードに感謝します。林様の41214に大西洋の謎バミューダトライアングルについて新しい情報を送ります。バミューダトライアングルについてですが、もう一つ重要な情報があります。私はただの購読者です。あなたの良い仕事に感謝しています。感謝しています。あなたの情報に大変興味を持っています。あなたのナンバー142のバミューダトライアングルを見ました。大きい方の三角形は私の国ブラジルにかかっています。それがどこか調べてみましたが、驚いたことにそこは現在の今エイリアンの飛行機、つまり UFO の中心地であることが分かりました。私は現在サンパウロに住んでいて、その場所からは3000キロ離れています。バミューダトライアングルに示されている大三角形の東先端はブラジルパラ州コラレス市にあたります。コラレスと呼ばれている町は人口1万1000人ですが、地区の面積は609平方キロメートルあります。アマゾン川のデルタの枝の横です。何もないところで釣り、農業、または牛飼いなどやって生活しています。 Google とか YouTube でコラレスを引けばもっと詳しく出てきます。ブラジルで異星人、飛行円盤、アブダクションなどは数あると聞いています。コラレス事件はその中の一つです。それを探ってみると良いことではありません。光線を人間に撃ってきてひどい被害者を数人出したという話。1970年頃から円盤はまだ現在も見ているそうです。下手な日本語ですがお詫びします。私のメールアドレスは fraca.com です。よろしくお願いします。コラレス事件の概要を翻訳しておきましたので、どうかお読みになってください。私が大変気になりましたのは、これからお見せする3枚の写真ということになります。ブラジルの陸軍から漏れ出た写真ということになります。で、ここに写っているのはまさしくエイリアンということになるわけですけども、このエイリアンも大変気になります。目だけがあるようで、鼻口はない、つまり何かのマスクをかけている可能性もあるということですけども、この写真です。そしてさらに気になったのがこの写真ということになります。手前の方に手を伸ばしているから手が大きいのか、あるいはそうでないのか
はですね、この写真からだけでは分かりませんけれども、向かって左側のですね、右手が異様に大きく、そして指が長いということですね。その向こうにエイリアンらしき人物が映っています。手がカメラの方に近づいているとも考えられますけれども、腕はそれに比して大きくなっていない点にも注意してください。で、結論ということになります。1977年、ブラジルのコラレスで、いわゆる敵対的 UFO 襲撃事件というのが起きました。そしてその際にですね、これらの写真が撮影されたというわけです。そしてこれらの写真がですね、近年になってリークアウトされたということになります。そしてこのような写真が写っていたわけですけども、その中の1枚ですね、まあ、これからお見せするその写真がその1枚ということになりますけども、で、今日はですね、その目に注目、着目してみました。焦点を当てて考えてみました。で、この目をよく見るとですね、トカゲの目とも違う。しかし、縦線1本だけの目ということになるわけです。で、これはもちろん人間ではありません。では誰かということになってくるわけですよね。で、この動画の中で皆さんに説明しましたように、この人物、この、まあ、エイリアン、はですね、まさしくイナンナ・マリアのその特徴と一致しているということになります。まあ、そうしたことをですね、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロが絵画を通して私たち人間にメッセージとして残したということになります。つまり、この人物はイナンナとは断言できません。イナンナの仲間、同類、あるいは家族、親類だったかもしれません。ともかくも少なくともイナンナの、まあ、はですね、このような顔をした人物であったということになるわけです。そしてそのイナンナがですね、古代よりこの地球上においてはですね、女神として人間に接してきたということになるわけです。裏を返して言うと、イナンナの実像ということになるわけです。つまりこの写真がですね、イナンナ・マリアの実像ということになるということではないでしょうか。そしてこの目を見ていただきたいんですけども、縦線一本だけですね、確認してください。で、向かって右側の左目はですね、縦線一本だけなのか、あるいは二本あるのか分かりませんけども、ともかく人間の目とは違うということですね。で、同じように、まあ、ミケランジェロ・ブラウンティがですね、システナ礼拝堂の天井画にこのような人物を描いているわけです。これはマリアです。左側にヨセフ、右側にマリアが表現されています。冷たい関係ですよね。冷え切った関係。まあ、それ当然ですよね。まあ、表現されているということになります。縦線一本だけです。で、左下がダヴィンチの描いた解剖図の中の一人の人間ということになりますけども、はっきりはしませんけども、少なくとも丸い瞳ではないということがわかります。縦線一本だけのように見えますね。はい。少なくとも丸い瞳では、人間のような丸い瞳ではないということです。まあ、縦線一本だけとは断言できませんが、まあ、それに近い瞳を持っている人物がこのような形で表現されているということになります。肩甲骨、あるいは頸椎の、まあ、頸椎はね、肩甲骨の形も違いますが、頸椎の数は全く違いますね。それから首の付け根から肩の方に腱が伸びています。明らかに人間ではありません。つまり、エイリアン種の、まあ、人間ということになるわけですね。で、カーネーションの聖母ですね。この中に描かれている人物もですね、やはり縦線一本だけの目のように見えます。そして、この絵もですね、修復されているように思います。顔中に血痕が飛び散った跡がかすかに残っています。ともかくもですね、ここに描かれているのは、まあ、つまりは人間ではなかったということになるのではないでしょうか。まあ、下の方に拡大していますけれども、やはり、いわゆる縦線一本だけのように見えるということですね。まあ、はっきりしませんけれども、少なくとも丸い、まあ、瞳ではないということで、ことだけは確かなようです。以上のことからですね、まあ、総合するとですね、左上の人物こそがですね、つまり、イナンナ・マリア、もしくはその、仲間の同類のエイリアンの実像ということになります。つまりこうしてですね、古代の神々とエイリアン、そして宇宙を飛び交う UFO とが繋がったということになります。そういう意味においてですね、コラレス敵対的 UFO 襲撃事件というのは人間史においてもですね、特に重要な意味を持つ事件であったということになります。それがこの動画の結論ということになります。